我らの未来は我らが選ぶ。数多の戦場を切り開く。 それが最下の生き様だ。 あんたがいれば鬼にキャラボン。 いや、鬼に大砲だぜ。 あれの!
もうどっちかといい調子のいいカラスばかりだな。いずれまた銃火を見舞おう。新たな戦場でな。潮時ってもんが、いや、まだそれじゃねえ。俺ら、命は鼻から兄貴に預けたんだ。やってくれたな。これは黒丸もだよ、あんた。戦やってんだ。死ぬなとは言わねえ。だが、犬死には許さねえ。いいな、やるぞ。任せてください。あんた、鬼にちょっかい出しといてタダで済むとは思っちゃいねえよな。長宗我部のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ、こんなとこにネジが一個落ちてるの？大丈夫か？小生のために道を開ける気はないものかね。雑魚ばかりで食い飽きちまったぜ。やってくれたじゃねえかよ。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、やっしん。うちの技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。足なんて飾りですね、兄貴。最下の名を出す。それでこいつは穴も掘れるんだろうな。鬼が退治されてばかりと思うだろう。何が天下創生の御事乗りだ、シャバキセン。なんのなんの、びくともしねえぜ。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は、嵐は、俺が起こしてやるのさ。百の女、
その噂が百の傷を刻んでやろう。よっ兄貴、カラクリなら穴ぐらい一瞬で掘れるともいよ。汗水流して真心込めて掘るのが黒田流なんだよ。一緒に晴らすんじゃ。こんなもんかいよ。やるのは東亜一味だ。小島に用心、無用心。おい、海原が異国の海が俺を待ってる。手の握りを。本気の出し方、思い出しちゃうぞ。調整に負けるとは、よっぽど月がなかったなかった。いや、調整は月を使い切ってしまったのか。戦には奇襲で大勝利。地下通路も広くなってきた。よしよし、順調順調。なあ勘兵衛さん、まだ掘り続けるのか俺たち。ああ、まだまだ掘るぞ。掘り進む先に小生たちの未来があるんだよ。俺たちの未来。勘兵衛さん、ひょっとしてあんたまだ天下を。勘兵衛さん、早く早くここを離れよう。どうした、蛇でも出たか。そんなヤバなもんじゃねえ、幽霊が出るらしいんだ。不気味な笑い声を聞いたってみんな大騒ぎしてるぜ。何、幽霊。いくらついてるからって本当に疲れちゃたまらん。急いで離れるぞお前さんたち。ああ、勘兵衛さん、話がまだ。おかしな鹿と少年がおりまする。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやさん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。せっかく下した長宗我部軍の要塞が毛利の手の内に。豊臣陣営付近に松永の姿が。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。お尋ね者。